オリアンです。安嶋秀樹です。いいね。平田上です。安嶋秀樹です。ちげえだなって。すみません、岩崎です。岩崎大将です。イエーイ。普通にね、雑談していきましょう。そうっすか。さあね。はい。やっぱさ、今、次サマステじゃん。サマステに向けてなんか頑張ってることある？卵焼きむずいよね、作るの。やっぱ、結構。この前、久々にやったんだけど、全然汚れが落ちない。うん、俺もめっちゃ筋トレしたわ。普通に。そうなの？でもやばいよね、それ本当に結構きついべ。だって崖から飛び降りるんでしょ。やべえよ、だってなんだっけそれ、バンバンバンジェットコースター。あー、そうだね。そう怖いな。結構怖い。外国はすごい。俺昨日メキシコ行ってきたんだよね。メキシコ行ってあれ食べてよ、あの寿司食ってきた。あ、アジコ昨日なんだっけ、韓国行ってきたんでしょ。ああ、そう。でね、昨日アメリカ行ってきたの。そう。話変えないで。え、金閣寺行ってきたの。そう。え、韓国行ってきたじゃん。今でアメリカだよ。あ、俺コンビニ言えよ、言えよ。なんか出しただろ、ずっと。タグが最近どう？なんかやってる？サマステに向けて。オレンジエッフェル塔なんだよね。マジで？そうなの？富士山オレンジの庭だよ。そう、水族館行ってきた。どこの？どこの？メキシコ。俺昨日ザビエルと会ってて。俺海の水全部飲んだ。え、マジ？美味しい。いや、だってあれ甘いじゃん。うん、甘いよ。甘いよね。牧汁辛いよ、牧汁。牧汁めっちゃ辛い。やばい。やっぱ仮面ライダーってかっこいいよね、やっぱり。まあね、アンパンもかっこいいよ、マジで。手相ってよくない？ね、爪いいよ。爪気にしちゃうわ。なんで地球って丸いの？なんで消しゴムって四角いの？なんで大将ってうざいの？え？なんだろうね。なんだろう。それはやっぱり、ハトがポップコーン好きなのと一緒だよ。俺の弟体重100キロ。なんも言えない。マジ？それに関してはない。わからん。何食ってんの？毎日。シソとか。いやー、100キロ太っちゃう。いやコンクリート食ってるし、それ。でも。そうだよ、ワタのお姉ちゃんもそうだよ。この前、なんか食ってた、なんだっけコンクリートじゃなくて、なんだっけ。あ、お父さんがね、すごいね、ハンバーグ好きなんだよ。へ、うちのママ、レンガめっちゃ好きだよ。レンガ超好き。俺のお父さん、手伝い好き。へ、よくお祭りとかでさ、こう、光る、なんか、輪っかみたいなのあるじゃん。俺前小さい頃あれ食った。めっちゃ苦い。うん、実はロボットなの。なんかできんの。まあトイレ。まあじゃあ最後大将締めよっか。うん。やっぱサマステについて。サマステについてやっぱりこう最後の思い。思ってることを全部言って終わろっか。エッフェル塔は硬い。以上。
東京ドームについてでした。